井上さん、はい、どうもこんばんは。こんばんは。疲れましたね今日は。いや、はい、今日はどんな一日でしたか。今日は、ウクレレの演奏動画を撮影いたしました。珍しい、はい、どのくらいぶりですか。どのくらいぶりですかね。半年以上ぶりじゃないですか、こういうしっかりレッスン動画じゃなくて。そうだよね、はい、まあ、コロナ対策でね、忙しいというか生活が激変しましたからね、なんとか立て直しすることばかりやってたり、まあ、先行きが見通せなくてね、なんか音楽の仕事がこの先続いてやっていけるのかとかっていうね、はい、疑問符もありましたが。そうでしたね。まあでもあれですね、あの相変わらず音楽を学びたいとか、はい、そういう方々もまだねたくさんいらっしゃってくださるので、なんとか、まあ、ということでね、はい、また新しい教えるコンテンツを増やそうよということで、はい、今日は PV 撮影、はい、PV というか、まあでも PV 撮影みたいな感じになっちゃったね。そうですね、もう結局カメラも複数用意しまして3台置いてやりました ね、はい、ね、全部俺がアングル決めてそうでした、楽しく弾いてりゃいいじゃないかということでしょ、はい、まあいいんですけども、おかげでぐったりしてますよ。いやいや、ありがとうございます。でどんなの撮れたの。はい、ちょこっとお見せしてよろしいんですか。おいおいおい、本当お見せしていただける。あ、いいでしょうか。いいんですか。はい、あら、じゃあ早速お裾分けして、それコンピューターで今編集してるやつですね。はい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 、全部見せちゃうの。全部は見せない、途中まで。全部途中まで。ああ、こんな、じゃあカメラ動かせませんか。こっち持ってきてくださいよ。それを皆さん見えますか。見えねえよもっと近くないと見えない。持ってちゃおう。どうでしょうか。もっと近くないと見えない。まだ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 、このくらいかな。こうな、これですね、はい、はい、これで見えますよ。あ、そうですか、ええ、はい、どうぞどうぞ、はい、ちょっと流してみます。おう、えい。おお、ね、おお、いいんじゃないでしょうか。こんな感じで。あそこまでですか。はい。完成をお楽しみに。ケーシー&ザ・サンシャインバンドですか、はい、That's the way。 そうです、That's the way I like it、はい、かっこいいですね。かっこいい曲、たださ、はい、映像はなんでこの感じなのそうそう、なんでその光を背負ってるわけあるよ、なんかだんだんこんな風に導かれたような僕ら。そうでしょ、それをそれを言いたいのよ。そうそう、あんた今映ってないよ、それが明るいから。そう、それこっちどかさないと。そう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 、その方がいい。そう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 、だから前回宇宙人に会いたいとかっていう話をしてたでしょ。そうですね、ここで、はい、してました。でそこから抜けきれてないんですよ、お互いに。はい、ね、で同じアングルじゃないですか、はい、カメラを立ってたところも。そうですね、そうそうそう。そしたらこんな、ね、宇宙との交信をするかのような光に包まれて、ね、UFO から宇宙人が降りてきたような照明になっちゃったわけですよ。そうですね、うん、いや、そうですねって満足げに不思議なもんで、なんか不思議じゃないわ。初めてだよね、こんな変なライティングで撮ったのは。ライトがなんかもう宇宙感が道具の一つとしての。そう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 、しかもあれでしょ、
君の秘密道具なんだよねこれ。はい、なんかあれでしょ、この自粛期間中に映像を俺はいっぱい撮るぞって思って一念発起して高い、はい、なんかあのライト買ったんだよね、でっかいライト、でっかくて、そう、でもちょっと不評でみんなにはでも宇宙船のエントランスみたいな形で引かれたからよかったね今日は、はい、とても大活躍ですね。これ以外の使い方できないよね。そうですねいやそんなこともないけど、まあでもね、そうだね、面白い映像撮れましたね、はい、いつ完成するんですかこれ。これは明日。マジで？しあさって結構かかるよ。いやまだだってあと3日目でやったのあと2つ分作んないといけないしね。そうですね、もうこの後やりますか。はい、マジで僕はもういいわ疲れたよ今日は。カメラも決めたし、演奏もしたし、はい、演奏したのに真ん中で全然映ってないじゃないか誰だか分かんな い, い, やいや誰だか分かんないっていうかちょっと宇宙人みたいに映ってたよもう本当に普通に宇宙人になってたよ、はい、うん、今までで一番ほっそりして映ってたもんって光がこうあったねえ、まあでもこれはこの後チュートリアル、そう、ね、もう作る、ええー、はいはいはい、でじゃあ皆さんもこの曲が弾けるようになるような、レッスンビデオまで到達させられたらいいけど、まずは一番最初このねデモ演奏のパート、もうデモ演奏でもなんない大体さ、はい、逆光でさ手元何にも見えないじゃんかってそうそうそう、もう全然ウクレレレッスンビデオとは思えないそうですね、絶対にどう弾いてるかは分からない、そうでしょ、だからこういうライティングにするとき誰か止めないといけないのよこれじゃあ分かりませんよっていう、これはレッスンにはならないですよってそういう判断をしてくれるまともな感性の持ち主がやっぱ我々のチームに必要なんですよ。そうです、元は That's the way の弾き方、うん、レッスン動画を作ろうが始まりだったんですけど、一番最初はそれをスローガンにして3人が結束して集まったんじゃないですか、はい、あれよあれよという間に気づいたら気づいたら宇宙船の中から出てきたパーカッションを叩く宇宙人との遭遇みたいな感じになってそれであれでしょ、宇宙人からのウイルスを移されないようにね、ウクレレ持った地球人がマスクで完全防備してね、セッションして、はい、帰ってもらったと、はい、そうですかそういうストーリーでいいんだね、それ出来上がりますね。なるほどね、じゃあなんかオープニングにももうちょっと宇宙っぽいものとか入れようよ。あ、そうっすね、うん、ピロ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 とかって宇宙っぽい音とか、あ、ちょっとやりましょうかね、うん、宇宙船っぽいなんかこうオマージュした映像とかを入れて円盤とかもそう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 いう特撮もできたらいいよね。あ、ここね、そうですね、面白いと思う、うん、いわゆるつぶらや的な感じでこう紐で釣ってやったりとか、ね、まあそういうところからね映像編集いっぱいできたら面白いと思うんですけど、じゃあ、はい、もう僕は寝ますから、この後じゃあここに残って頑張って編集を続けていただければと思いますんで、はい、よろしくお願いしますね。じゃあもうお疲れ様でした、はい、じゃあね。